いや、ただいま、こんばんはですね。本日、7時を回ったところでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ツリスプリッツのお時間でもございます。最近ちょっとうちの、録画用のアプリがあるんですけど、この配信のね、その調子が悪くて、もうしばらくね、動画撮れてなかったんですよね。そのおかげで、遅くなっちゃいました。待ってる人結構いたよね、多分。ああ、いたよな。いたよな。ああ。本当にいたか？じゃあ、それすべて始めていきます。久しぶりだわ、アンクちょっと、ショタキューカッキューシーズニックしてないよ、シーズニックドラゴンは赤だった気がします。あ、違った。あれ、銀だっけ？最近やってないんで、ちょっと覚えてないです。銀です。あ、ごめん、見てなかった。って思いっきり噛んじゃったじゃん、裏返っちゃった。さけ、すいません、なんか思いっきりちょっとね、喉の調子がおかしいな。あ、最近ちょっと実況やってなかったでね、もう発声をしてなかったんでね、喉の調子がめちゃくちゃおかしいです。みんなさけって、確かにピンクっぽいイメージある、赤身のイメージ。でもあれって実は川に登ってきてからで、さけの子供、まあ、鮭って海から川に戻ってくるんだけど、川に行って、海に行って、そこから川に戻ってくるんだよね。まあ、産卵が主に川で行われるんで、それ用にちょっと海に戻ってくるって感じな、川に戻ってくるって感じなんですけど、それまではね、鮭って実は白身なんですよ。まあ、白身の鮭は、基本めったに食べれません。売ってないっていうよりも、鮭のイメージの問題？鮭ってみんなやっぱ赤っぽい、やっぱピンクっぽいイメージじゃん。だから、仮に白身の鮭で言ってても、売れないんだよね。っていうんで、実は鮭の身って白色です。優しい、ああ、幻クラスにくっついてるのね。お供魚じゃなかったっけ？なんか、一覧でその名前のあったよね。はい、そういうことなんです。あっちもチル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 でもさ、独特伝説のやつでさ、お供っつったら、ただのマイナスになるよね、あれ。どこにそんなところ解消する？どうでちょっとしたクズ？なんだっけ、目は2つだったと思うし、口は1つだったと思うし、心臓3つあったっけ。どうだっけ、目か心臓だろうな。でも目かったと思うな。心臓かな。芋なんか消化器官が4つぐらいあるとか言うもんね。そんな感じだった。シークイズは、イカは全身に血液を送る出身者とは別に、エラに酸素を含むエラ神族と持っているんじゃ。ハエみたいな感じなのかな。じゃあ私がこれで50を出したら、皆さん、結婚してください。シュワースレスプリッツ。本日はこちら、ドクドク伝説をやると思っていたのか。残念、ハズレだよ。本日はツリスピリッツプラスの方をやっていこうじゃないか。マシン開発を進めていこう。それでは、こちらがほぼ終わったんで、黄金鏡ビクトリーロードを開放しましょう。はい、はい、します。開発中です。さあ、やるぞ。黄金鏡ビクトリーロードがかーん。なるほど。待って、ちょっと待って。エビルシリーズの開放やりたいんだけどさ、850使ったらさ、俺残りメダル1枚になっちゃうな。どうしよう。やめろ。本日はね、ちょっと新しいステージになるんですけど、ドクドク伝説の方では、黄金メーターがマックスになることで、黄金鏡の扉が開くそうです。ちょっと今、喋り中だから、分かった、喋り中だから。ドクドク伝説の方ではよく見るんですけど、実はね、私こちら、ツルスペリッツプラスの方では、まだね、こっち開放したばっかりで進んでなかったんですよね。ってことで、これで俺やっていこうと思います。あ、メダル100枚で、まあいいや。なんでもいい。
まずはじゃあ、非常に、いろんな魚を釣っていこうと思います。久しぶりなんでね、もう感覚を覚えてないんだよね。割と一週間ぶりぐらいになっちゃうのかな。まあ、いつもの通り、私ノーマルロットのプロなんで、ノーマルロットを使ってガンガンに進めていこうと思います。はい。メダカ2枚、メダカ2枚、ダブルゲットしていきます。さあ、ちょっと待って。忘れちゃうのよ。ついつい忘れちゃうのよ。さあ、来い。あ、さあ、あー、お前だ。そうだ、お前が来る。デールエミッション、魚を、先々日釣り上げよう。10メーターですね、10メーター。10メーターの魚。なるほど。ダイオウイカだな。ダイオウイカを釣り上げよう。まあ、私、ここでダイオウイカを狙っていきます。セットアップだ。お、ザリガニ君、ザリガニ君。私ね、必殺技基本使わないタイプなんですよ。あんまりね、必殺技使わないタイプなんですよ。ノーマルロットと必殺技の相性はあんまりよろしくなくって、ノーマルロットって実はもう必殺技使わなくてもね、釣れる最強のロットなんですよ。私の持論ですけど、ノーマルロットこそが最強のね、やつなんですよ。今こうやって釣れてないじゃないですか。これ実は乱数調整って言って、釣れてないように見せかけてるだけで、実はね、この後いっぱい釣れるんですよ。はい、そういうことなんです。何お前。あ、おいかは普通にゴールドとか持ち、なんか、ゴールドかかったのかなと思ったら全然違った。お前ら、ああ、逃げられた。さあ、来い。来てみろってことですよね。何あろう。ん、ああ、ウルトラ必殺技、あの缶詰何、あ、必殺技、あれ、普通の必殺技だ。なんか召喚するやつだっけ。こうやってね、全然釣れないように見えて、こうやってね、ちょっとずつね、残念な生き物釣り上げまして、うなぎ。うなぎ美味しいですよね。私結構うなぎとかね、釣ること多いんですけど、結構ね、うな重とかにして食べるんですよね。もうやっぱね、うなぎさばくのって結構難しいんですよ。いずれ、動画としては撮ってあるんですけど、あんまりね、どう編集しようかなと思ってたら、もうずっと放置してね、うなぎさばく動画を、さばいてうな重する動画を、いつあげようかなっていうのを迷いながら、1ヶ月近く経ちました。まあ、あんまりね、今までさばくことはなかったんですけど、改めて、まあ、うなぎさばくのって難しいよっていうのをね、みんなに見てほしいなと思ったんで、手前に、はい、来ました。もしかみなさん、これが釣りのプロ、そして釣りのプロ、そして海のソルトです。よろしくお願いします。ありがとうございました。オーナマズの釣り方としては、まあいいですか。まず、ここに引っ掛けるじゃないですか。あ、引っ掛かれ。近くに寄って、必殺技をまず打ちます。で、相手がちょっと逃げそうになったら、必殺技を打っていくんですよ。ちょっとあいつが動いた瞬間に、こう必殺技を打っていくことによって、ウルトラシも溜まっていくんですよね。これね、一石二鳥なんですよ。これで釣りやすくもなるし、ウルトラ必殺技も釣れ、お前ちゃう、大口出すですね、大口バス。ブラックバスとも言われて、はい、皆さん見ましたか、ウルトラ石をね、こうやって溜めていくんですよ。なんで私がさっきまで釣れなかったかっていうと、ウルトラ石をね、溜めてたんですよ、わざと。あえてです。モンスタークラス接近中、マシンカイスでいき。あ、ごゆう、出てこいゆう。なんだっけ、モンスター角ガエルみたいな名前だったよね。はい、ということでやっていきましょう。モンスター角ガエルさん、よろしくお願いします。どこから来るかな、どこから来る。釣り大会が26分。最近ね、ドクドクデスの方ばっかやってたんで、あ、お前、あ、違う、雷魚ですね、雷魚。なんで雷魚って呼ばれるかっていうと、なんかね、雷魚が釣れるときって、なんだっけ、なんか、雷、あれ、違う、覚えてねえや。なんか、なんだっけ、雷の模様に似てるんだっけ。あんまりよく覚えてないんですけどね。あ、ちょっとね、こいつは釣れない。こいつ、ちょっと暴れすぎると釣れないですよ。暴れすぎると釣れないですよ。暴れすぎると釣れないですよ。言ったでしょ、今のちょっとね、ダメかなと思って。あんまりその、下沢をね、むやみに使ってもいいことしないですよ。弱い下沢を使うと、相手が逆にね、目覚めちゃうんですよね。10ダメージとかばっか与えてると、相手がね、逆に逃げちゃうんで、こうやって大きい下沢、近くに来るときに大きい下沢を当てることによって、あいつ釣れやすくなるんですよね。なんで今のはちょっとね、よろしくなかったです。っていうのを、なんとなく、嘘でもいいんで、言いふらしてきます。出ないと喋ることがないんで。とりあえず、ここで、なんか、釣るかウルトラ必殺技を手に入れとかないと、なんかね、見栄えしないんで、どこ行った、お前だよ、お前。残り10秒、急げ。
映えないんで、とりあえずね、ここはね、カットすればいい、できればいいかなと思います。カットしていきます。ソルト君、尺なかったらカットしていて。あ、尺あったらカット。カットしなくてよかったですね。ソルト君、ここカットなしでお願いします。編集中のソルト君ね、結構気が早いんでね、必要ないと思ったらすぐカットするんですからね。はい、ということで、サンゴ町ステージやっていきましょう。まあ、ノーマルの、ね、黄金鏡、みんなに見せたい。みんなに黄金鏡を見せたいので、私、この、ゴールド、お前違うわ、スレスプレッツ。さあ、グレートクラス来ました。グレートクラスはジンベイちゃんですね。スーパーロットじゃない、スーパーロットを使うと私、拒否反応が出て死んでしまいます。さあ、これジンベイちゃんを釣り上げていきましょう。さあ、ジンベイちゃん、東北で20ダメージを出して、ここで次50、今ほら、行くでしょ。で、ここで20、相手が動く瞬間に、ダメージを与えていくんですよ。ダメージを与えていくことによって、あそこでね、ちょっとね、ダメージの差によってはちゃんと釣れるんですけど、今のちょっとね、あんまりよろしくなかったらいいですね。おーゴールド来い、ゴールド。お前だよ、お前。アンコちゃんが近くに寄って、ここで低いダメージを出して、もう一回低いダメージを出して、ここで50いきます。あー、くっついてました。今のが上手な釣り方です。皆さんよく覚えてください。今のが上手な釣り方です。こうやってね、上手に釣っていくことが大事なんですよ。で、今、あえて遠くに飛ばさなかったのは、近くの方が釣りやすいっていうね、説があるんですよ。釣りすぎ、実は近くの方が釣れる説っていうのがあって、この近くによってダメージを出すことによって魚が釣りやすくなるんですけど、近くの方がね、なんだかんだ釣れるんですよね、魚が。まずこれ弱いダメージを叩きつつ、とりあえずね、近くに来た時は大きいダメージをね、狙うためにやりたいんですけど、10ダメージが出るとね、逃げられるんですよ。なんであえて一旦止まることも大事です。スピードばっかり出してもいいことってないんですよ。時には止まってアフェクションですよ。皆さん覚えててください。時には止まってアフェクション。さあ、グレートクラスが10ダメージ。この辺は別にね、いいんですよ。小さいダメージ。小さいダメージでいいんですよ。まず、あいつを、大きいやつを近くに寄せることが大事なんですね。近くに来てることによって釣りやすくなるんで、近くに来させたりすれば、もうダメージ量をあまり気にしなくていいんですよね。見てください、皆さん。今ね、お金がね、777円溜まって、コインですね。777枚溜まった。これ、ラッキーコインってやつですね。ということで、モンスタークラスを、宝珠のダメ釣り上げていきましょう。皆さん、私の宝珠のザメテクニックを見ておいてください。さあ、やりましょう。宝珠のザメ、カモンベイベーアメリカ。さあ、宝珠のザメ。まず、ここで、近くに寄ってくるじゃないですか。ああ、いいんですよ。この動いた時に、ダメージを与えていく。相手が引く時にダメージを与えていくと、ここで、ダメージ量によって、10ダメージとかくるとね、逆に、相手が復活してしまうんで、あれですよ、いわゆる心肺蘇生と同じなんですよ。ダメージを、電気を与えることによって相手のね、心臓がね、復帰するんですよ。相手って言っちゃいけんな、心臓が復活してしまうんで、あんまりね、低いダメージじゃなくて、50ダメージをね、連発させることによって、近くで50ダメージを連発させることによって、近くのね、網の近くにとどまらせることによって釣りやすくなるんですよ。皆さんよく覚えてください。これが釣りスピです。これが釣りスピのプロの言う釣りスピなんです。釣りスピって実は簡単そうに見えて、実は奥が深いんですよね。はい、釣りスピの奥の深さを皆さんに知っておいてもらいたい。ここで惜しかった、今のは惜しかった。もうちょっとでね、釣れましたよ。もうちょっとで釣れるところだった。ここで近くに来るでしょ。近くに来て大きなダメージを出す。そうすると近くにいる時間がちょっと長くなるんですよ。ここでそうむやみにひさささ使わない、このね、間っていうのが大事なんですよ。よくこの間があることによって魚が釣りやすくなるんですよね。よくこれをね、よく覚えてください。近くに相手が宝珠止めが動いてない時に釣り竿を使うと逆にね、動き出すんですよ。なんで宝珠止めが動きそうになったら止めてあげるパターンですね。犬のしつけと同じです。犬が動きそうになったらストップをかける。そうやって飼い主に鳴らしていくんですよ。釣れ釣れ釣れ、ミッション発生しました。さあ、なんだ4匹釣ろう、余裕ですね。4匹釣っていきましょう。ミッションスタート。まず近くに来るでしょ。近くに来たらもうダメージを与えて、動いたらダメージを与える。動いたら、今のはちょっとね、もともと釣れない魚だったんで仕方ないです。そういうこともある、仕方ない。ミッションの魚ヒット。近くに来て動いたらダメージを与える。あー、これダメ。ダメージがあの時にダメージが高いといいんですけど、ミッションの魚ヒット。こういう時はね、ムロアジみたいな、いいやつを狙っていくんですよね。なんだってね。ミッションが意外と長いんですよね。さあ、これ、来るじゃないですか。相手が引くときにダメージを与えるんですよ。
くときにこのダメージを与えることによって釣りやすくなるんですけど、今はダメですね。ここでやっぱいいダメージを出さないと、これもここは結局運なんですけどね。ただああすることによってかなり釣りやすくなるんですよ。私そう感じております。この引いたとき相手が引くときにダメージを与えていく。相手が体勢を立て直したなと思ったらダメージを与えていく。これが大事です。今のはちょっと惜しかった。今のはもうちょっとでしたね。もう少しいい感じにできるわ。もういい感じにできれば今のはね、完璧ですね。クリティカルが出やすくなる、そんな気がしました。私今クリティカルを出しやすい状態にあったんで、今のも完璧に釣れる。こいつもね、釣り上げていきましょうか。はい、ミッションクリア。さっきのポーラエスはダメージの後にダメージを与えないと、ミッション終了。ダメージの後すぐダメージ与えないとすぐ体勢をね戻すんですよ。なんでああいうのはあえても連続でねダメージを与えてます。これがね、慣れってやつ。さあスーパー必殺技溜まったので、これで、グレートクラス釣り上げていきましょうか。グレートクラス&グレートクラス&どこ行った。ああ来ました、マンタオニートマキエイですね。オニートマキエイこれをグレート必殺技を使って釣り上げていくんですけど、これもねあんまり無茶してもダメなんです。ああダメだ。今のでいいんです。今の釣れないのを見極めて早めに必殺技を止めるっていうのも大事なんです。さあこのね、近くにいない状態で必殺技を使っても無駄なんですよ実は。でも近くに来た時に必殺技を使う。はい、これがプロです。私が教えるのはこういうことです。これさえ使いこなせれば皆さんも簡単に魚が釣れます。5つ揃うと超古代の海に行けるぞ。来いよお前ね。ゴールドクラスヒット。ではね、またこのゴールドホーライスをね、ダメージを連続で与えて、ダメージを連続で与えてね、釣り上げてみたいかなと思うんですけど、今のはね、エイを釣り上げて乱数が変わってたんで仕方ないです。あれエイさん、エイさんどこに引っかかって、今釣りかかりってやつです。今背中に引っかかってね、近くに行った時にもう一回ダメージを与える。で動き出すの、あちょっとこれはどうだ、これ次に進めないパターンですね。今のちょっと間が悪かった。ああいうこともある、仕方ない。誰だってねそういうことあるんですよ。はい、おこぜ。ああ使わない方がいい。今のは使わずに釣れます。今のは使わずに釣れるやつです。さあ皆さん見ましたか、100枚まで溜まっていたのがもう290枚です。もうすでに、メダルが3倍まで増えております。この短時間で、これが釣りスピのプロってもんですよ。皆さんに覚えてほしい、ソルトは釣りスピのプロだって。私の動画を見れば釣りスピが上手くなります。多分知りませんけど、なんとなくそんな気がする。スーパーロット20回使おう、私には無理です。私にそれは無理です。諦めていただいて、で私さっきから釣り続けてるせいでウルトラ下座がね全然溜まってないんですよ。でウルトラ下座に頼ると何が起こるかっていうと、ウルトラ下座に頼ると結局のところ釣れなかった時のショックがあるんで、ウルトラ下座は別に使わなくてもいいかなって思います私。ただもうこういうモンスタークラスのところはもうウルトラ下座使っていくしかないなと思うんで、999歳出せばね簡単に釣れてしまうんで、ウルトラ下座のいいところはもちろんこうやって釣るところはあるんですけど、ウルトラ下座って結局999以外がノーマルロックの10ダメージ20ダメージとあまり変わんないんですよ。なんで私的にはノーマルロック使ってこうやって下座を使う方が釣れやすい気がするんですよね。相手が泳ぎそうになったらそれで、ね、止めてあげる形ですると結構ね手前に残るんですよ。なんでもこれで相手の混乱を常に誘っていく、そう今の混乱マークがあるじゃないですか。あの混乱マーク中はとりあえず魚が釣りやすくなるんで、あの混乱マーク中はあえて人と使わないことが大事なんですよ。はい、まずこれでダメージを与える、あの混乱が消えたら、あの混乱が消えたと同時に人を使っていきます。はいはい、ああ来ました、よしダメですか。これさえ実践をしておけば釣りスピは簡単なんです。魚は簡単に釣れます。釣りスピレッツ。はい、ということでアンコウですね、モンスターアンコウ社員やりましょう。よろしくお願いします、モンスターアンコウさん。さあまずノーマルロックでアンコウを狙っていきます。これはもういいです。これでさっきのねジロン、ちょっとダメージが少ないピヨらない、これはちょっとねよろしくないですね。あそこで50、さっき一番最後に50が出たら多分ね 80% ぐらいの確率で釣れてました。
ということで、もう一回いきましょう。まずこの状態でダメージを与えていく。オッケーオッケー。もうちょっとで釣れる、もうちょっとで釣れる。あ、ダメ。あ、これワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ、これワンチャンあるぞ、ワンチャンあるけど惜しかった。今の惜しかった。今の 90% ぐらいで釣れたんですけど、惜しかったね。残りの 10% でやれましたね。この最初はね、結構ピュアらしくなるんで、相手に電気耐性がつくまでのところで、この近くに持ってこさして釣り上げるっていうのを使っていきたいんですけど、あー、ダメかもしれない。さあ、ピュアらない、ピュアらない。これはちょっときついかもしれないな。ただ大丈夫です。皆さん、私がプロっていうところをここで見せてあげましょう。残り30秒。さあ、近くまで寄せて、近くまで寄せて、寄せて、寄せて、ダメージを与える、寄せ、ちょっと低い低い、ダメージ量が低い。今のはね、ちょっと惜しかった。今のはちょっと確率に邪魔されました。確率の問題です。あれ、確率の問題ですよ。さあ、どんどん来い。さあ、近寄ったら、ここまで近寄ればね、ガンガンダメージを与えてもいいかなって思うレベルなんで、あともうね、もう2回、もう1回50、せめてあともう1回50だければね、釣れるんですけど、なかなかそういううまくはいかない。そうや、そうは問屋が下ろさない、そういうこと。あー、惜しかった。そういうこともある。沈没戦ステージ。人生と同じで、何でもうまくいくとは限らないですよね。はい。みんな、何でもさ、自分の思い通りにいくと思ってない。そんなことないから。言っとくぞ、お前、そんなことないからな。人生ってのは、うまくいかないことの方が多いんだよ。そんな時に、どうやって自分のメンタルを変えていくか。それが人生を豊かに生きるコツなんですよ。みんなよく覚えてください。次の人生同じです。どれだけ自分のメンタルを保っていくか。メンタル面なんですよ。覚えてください。スレスプレッツ！ゴールドタコが近くに、タコが、あー、惜しい。もうちょっとね、頭の部分がもうちょっとね。あ、ま、あれ、頭じゃなくて実は内臓の方なんですよね。頭ってなんていうんですかね。足と体の、胴体分の間にあるもんなんで、タコってね。なんで、みんなが頭だと思ってる、でかいところ。あそこって実はただのお腹なんですよ、人間で言うと。来ました、ゴールです。やっぱりさっき貯めるべきだったな。ここでウルトラ石を貯めておく方が、案外良かったかもしれない。これなんだっけ、アーケロンだ。ゴールドアンケロンね。ゴールドアンケ、アーケロンさんは、必殺技が結構溜まってるんで、もうすぐ使ってみるか。使ってもいいかもしれないな。はい、ノーマルロットの必殺技。ダメージがあまりにも少ない。もう一回使っ、間違えた。もう一回使っていきましょう。今はちょっと釣れない判定だったんで、あえて近くで釣りました。使いました。これで釣り上げ成功しました。ほぼほぼ伸びねえな。黄金鏡への道が長すぎる。あえて近くでね、狙いました。あえて近くで狙いました。残り60秒。はい。ああ、することによって一気に釣りやすさが変わってくるんです。聞いてるぞ。今ゲット。さあ、これ、50ダメージを3回は出しておきたい。ああ、ダメだった。惜しかった。しかし、ウルトラ石が溜まる。これが大事。ウルトラ石はね、まあ、必殺レベルではあるんですけど、ウルトラ石もね、使いどころによってはかなり使えるんで。さあ、あともう一回50が出れば確実にいけるが、ああ、無理だったな。惜しかったな。やっぱね、ゴールドになると、釣りに行くともね、結構増えてくるんで。さあ、50、あそこで50を使うよりか、もうもっと近くで50が出る方が嬉しいので、50、あともう一回攻めて、あともう一回出てほしい。オッケーオッケー。これで確率的にはかなり高いが、ああ、難しかった。どうだ？モンスター効いてるぞ。残り10秒。残り10秒。オッケー。そして50が連発する。50が連発すると、この近くに、手前にいる時間が長くなるので釣りやすくなるんですよ。はい。そういうことなんです。釣りスプレッツ！ドーンちゃん、接近中だってよ。さあ、私じゃあ、どうしよう。ドンちゃんを釣るべきか。間違えた。ドンちゃんかかった。ミツクリちゃんですね。ミツクリザメちゃんですね。あ、すいません。天気銀でした。毎回間違えた。ドンちゃんを釣るべきか、ゴールドを釣るべきか悩むんですよ。ゴールド、オッケー。ゴールド、メンダコちゃん。メンダコちゃんが近くに来ると、メンダコちゃんが釣りやすくなる。あ、ダメだ。メンダコちゃん、ちょっと、電気に耐性あったんで。ドンちゃん、ピットだドン、ホウジロドンちゃんじゃん、ホウジロドンちゃん。これをね、ドンちゃんも結局100を出さないと、確率的にはかなり低いんで、もう一回50、オッケー来ました。
近くで50を出すことによって一気に釣り上がるんですよね。はい、そういうことなんです。あー、ヒットでの、おー、潜水艦のんじゃんな、潜水艦のんじゃん。10しか出ない、10しか出ない、10しか出ない、10しか、10ばっかりじゃん、10しか出ねえ。50来た、50来たけど難しい、これはちょっと難しい。スレスプレッツ、メンダコちゃん、メンダコちゃん、ここでメンダコちゃんを釣っておきたい。さあ、50で近くに来たらもうあとは必殺を与えるだけ。ゴールドメンダコちゃんを引き上げます。ゲージあんま伸びねえな。ゲージほとんど伸びねえな。あ、なんか来ます。ここでゴールドドンちゃんが来るので、ゴールドドンちゃんで、黄金鏡を目指しますか。さあ、来いよ。これでも上がると思うんですよね。ゴールドなんで、同じゴールドなんで。さあ、やってろうじゃねえか。ゴールドンちゃん、ゴールドドンちゃん、訳してゴールドンちゃん。さあ、スーパーゲージも残りちょっとなんで、ここでドンちゃんを釣り上げて、スーパーゲージをマックスにして、そのスーパーゲージを使って釣りやすい時間でもうゴールドドンちゃんを狙っていきたいよねっていうところです。はい。ゴールドドンちゃん。ヒットだドン。ダメージはガンガンに与えていきましょう。結局、100ダメージを与えていく方が、まあ、メダルスマーズ内数が多いときは、100ダメージを狙う方がいいんですよ。ただ、なんとも言えないのが、効率的には、微妙なんですよね。ここで、普通にこういうのを釣り上げていってもいいかな。あ、こいつ釣れねえわ。こいつ電気耐性めちゃくちゃ、今の見たでしょ。今の、あえてね、電気耐性がめちゃくちゃあるときは釣れないんで、素直に撤収するのをお勧めします。さあ、お前がかかってこい。こいつは電気耐性あるか？あ、こいつちょっとね、いけそうだな。こいついけそうだな。オッケー、いきました。桃色いか。さあ、どうだ？あー、あと一匹。あと一匹。こい、桃色いか。桃色いかん？桃色いかさん？ゴールドンちゃん。ゴールドンちゃん。ゴールドンちゃん。ゴールドカッちゃんの方でした。すいません。カッちゃ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 ん。なんだと？ゴールドドンちゃん、ヒットだドン。うるさいドン。僕が引くんだドン。さあ、50が来たので、近くに寄せることができますので、ここでダメージを蓄積させていく。蓄積。ちかー！ちょっと待って、俺の中のコウメダイウが、たまにね、登場するんですよ、俺の中のコウメダイウが。さあ、来いよ。まず、近くに来る。オッケー。あー、これは、あー、電気耐性あるわ。すぐ電気耐性上がったね。あれはよろしくないね。さあさあさあ、そこへ、ここでちゃんとね、あー、ちょっとこいつも、あー、電気耐性あるな。近くにいるんで、もうガンガン当てていきましょう。電気耐性あるけど近くにいると釣りやすくない。あー、残り15秒。さあ、こい、ロスタイム、それはタイムロスになるんでやめていただきたい。ドンちゃん、ドンちゃん、残り5秒あれば、いけるんじゃないですかね。スーパーヒトザー中は、釣れやすさが、今の3倍くらいに上がるんで、多分釣れてくれない。なんでやねん、トトレ。おっとっと釣り大会、おっとっと釣り大会、釣り上げたおっとっとの合計ポイントで、1番になる。はい。1位は、やっていきましょう。1位は150枚ゲットしです。釣り大会、スタート。ダントツの1位をね、目指していきましょう。とにかく、ポイント、ファメ基本的にも、おいしい、ひたすら使って、実はカリッと美味しい、おっとっと、カニいました、カニ。ほい、ほい、カニ。来るカニ、来るカニ、おい、100出た、100出た、もうこれで確定ですね。カニ3匹。高得点のおっとっとゲット。高得点のおっとっとゲット。おっとっと、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 カニ、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 スレスプレッツ、トトマルさん、カニ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 3ポイント、オーケー。さあさあさあ、トトマル、トトマル登場。おっと、おっと、お前はポイント高いやつじゃん。お前ポイント高いやつ。骨、骨、カルシウム、カルシウム、骨。お前だ、トトマルくん。トトマル、トトマル、
止まる止まるスタート、止まる、来ました、5ポイント50枚、もうこれでね、ほぼほぼ勝ちは確定してるもんなんで、はい、15秒、トトマルくん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 、はい、トトマルくん、はい、トトマル、トトマル、トトマル、あー、ちょっとこれダメだ、こいつちょっと電気耐性ありすぎる、こいつ電気に耐性がありすぎる、しかし私、あ、ウルトラしてまった、ラッキー、終了、はい、勝ちました、皆さん、勝ちました、これが私プロです。ジャーン！はい、16ポイント。あー、この大差よ、大差。あ、50枚いただきました。ありがとうございました。スレスプリッツ！さあ、来い。ゴールドクラスヒット！近くまで寄せて、あー、ダメだ。100ダメージで近く、あー、こいつ、ダメだ。こいつダメかもしんねえな。2発目の電気がよく来た。あそこで無闇に。そう、このいいところってむやみにウルトラスタザを使わないところなんですよ。ほんとね、むやみにやたらにウルトラスタザを使うとほんとに無駄消費しちゃうんで、あ、カッパはいらない、カッパはいらない、カッパには使わない、さあさあ来い、ってみろってみろ、さあきカッパいらねえ、カッパじゃない、カッパじゃない、俺が欲しいのはカッパじゃない、黄金鏡も気がついたら結構溜まってるよね、オッケー、ゴールドメダカちゃん、ゴールドメダカちゃん伸びてなくね、ゴールドのメダカちゃんダメじゃね、おいしょ、さあ目の前落としたぞ、なんでさあここでダメージ与えて近寄せてダメージを与える、おー、あー、ダメかも、ちょっと耐性あるね、ウルトラ石ゲット、5つ集めるとウルトラ必殺グレートクラス接近中、グレートクラスを釣り上げよう、終わってもいいかなと思います、メダルもなんか気がついたら500枚溜まってるんで終わってもいいかなと思います、あーった、釣れた、ブイ、ね、黄金鏡ゲージ全然溜まんね、今回じゃあこれで一旦終了します、残念な生き物時点ちょっと見ようぜ、あ、カブトガニ、そう、カブトガニ、あ、15枚、カブトガニの脳みそはドーナツ型、へえ、そうなんだ、カブトガニは仮の仲間ではなくクモやサソリに近い生き物です、背中を丈夫な殻で覆われているため大きく見えますが、ひっくり返すとスカスカで足しかないように見えます、そうなんですよね、内部の作りも変わっており、なぜか脳が口のすぐ下にあります、さらに脳の真ん中には食道が通っているためドーナツ型をしています、そもそも口も足の付け根にあり、もはやどこまでが頭なのかすらはっきりしません、ちなみに血液の色は青でバイキンに敏感に反応するため、これを利用してバイキンがいるかどうかを検査する薬が作られています、はい、そうなんですよ、実はカブトムシって人間の生活にも結構ね深く関わってるんですよね、はい、うなぎちゃんですね、うなぎちゃん、私皆さん大好きうなぎちゃん、うなぎの体が黒いのはただの日焼け、そうなんですよ、ね、なんだっけ、うなぎのあのね若い頃透明で名前が思い出せねえな、このあるんですよ、透明な魚を指す言葉が、うなぎは世界一深い海であるマリアナ海溝で生まれますが、最初は白っぽく透明な体です。ところが成長して川を遡り始める頃になると、どんどん体が黒くなります。これは日焼けです。太陽の光には紫外線という体に有害な光が含まれています。そのため、太陽の光が届かない深い海から浅い川にやってくると、体の表面を黒くして、体の中に紫外線が入らないように守っているのです。これは人間が夏に日焼けするのと同じ仕組み。人間が蒲焼きにする前に、すでにこんがり焼けていたのですね。うまいこと言ったね。ラクルートラーセリアムシェイシェイカーバーリアがぶってるで50いくかいかない !1 枚ツルスプリッツ、メダルがさ、1500ぴったりなんですけど、ちょっと嬉しくないですか、こういう、なんかこういうね、ぴったり合うとなんかちょっと嬉しくなりませんか、なりませんか、そうですか、さあ、じゃあメダルもたまっ、チケットもたまってきたことだし、ガチャ回していきましょう、チケットマーク、大手レアチケットまず3回回していきましょう、実績達成したらしいですよ、なんですかね。どんな魚が出てくるかな、見て全部虹、見て全部虹、幻クラス、ジュエルゲート、ジュエルゲート、目玉だ、ビビルモンスタークラス、エビルアーケロン、強そうだ、すでに持っている魚、ジュエルゲートと、ま、エビルアーケロンですね、幻とエビルです、さあノーマルチケットガンガン回しに行こうぜ、どんな魚が出てくるかな、あ、普通にエビルアーケロン来た、ゴールドマダコにお化けマダイ、フラフグ、すでに持っている、はい、あー、シャーケ、
なんで日本人って鮭のことを鮭っていうのかっていうと、あれね、いろいろ諸説あるんですけど、なんか鮭と鮭の響きが似てて間違いやすいから鮭じゃなくて鮭って呼んでるらしいですね。釣りスピリッツの人気者だ。まあでも地方によって本当に鮭じゃなくて鮭って書かれてるところもあるんで、実際のところはねよくわかんないらしいです。あれ出てくる。さあこれがラストになります。本日のラスト、かぶりなし。かぶりなしじゃねえや、全部かぶった、ね。ということで本日の釣りスピリッツ終わります。とね、あのね、最近ほんとね実況しなかったせいで喉の調子がおかしいんだよね。でちょっとね大きい声出したかったんだけど、大きい声出せない状況に、いやそうでもないかもしれない。結局ずっと喋り続けてるんですけど、ちょっとねあのね、なんか大きい声出そうとするとすぐ喉裏返っちゃうんですよね、声がね裏返っちゃうんですよね。なんでむやみやたらに大きい声出せないっていうのがあったんで、もう次からねもうちょっとね喉の調子を整えてから、実況の方を読みたいと思います。次も、次も、なんかね、いい感じの実況を撮れればいいなと思うんで、なんか次もなんかいい感じの、実況を楽しみにしててください。ということで、皆さんそれぞれでした。ありがとうございました。それでは、12月10日だぜ。多分ね、この後すぐ上がると思う。この後多分すぐ上がると思うわ。じゃあね。